く大変長らくお待ちいたしました。では定刻を少し過ぎましたので、本日のプログラムを始めたいと思います。私の福祉会進行担当できます弁護士の小田と申します。どうぞよろしくお願いします。主催者の明日の自由を守る若手弁護士の会よりご挨拶を申し上げます。共同代表のご質問をお願いします。皆様本日お集まりいただきありがとうございます。私は本日のイベントの主催団体で共同代表を務めております黒沢でございます。私たち明日の自由を守る若手弁護士の会は、今年の1月に設立されたばかりの大変若い団体でございます。きっかけはですね、昨年4月に発表された自由民主党の憲法改正草案、この前代未聞な内容に衝撃を受け、またつい1年前になりますね、第2次安倍政権の発足によって、その改憲がぐんと現実味を帯びてきたことに対して大変な危機感を抱きました。それをきっかけにですね、これは何としてでも止めなくちゃいけないという思いで設立いたしました。一人でも多くの国民の方々にこんな憲法改正草案が提案されてしまっているんだということを知っていただくこと、そしてまた憲法改正という問題がですね、雲の上の自分には関係ないということではなくて、まさに自分や子どもたちの生き方、人生そのものにとてつもなく大きな影響を及ぼすこと、自分の身近な問題であることを知ってもらいたい、それを目的にしてですね、全国260名の若手弁護士が響く草の根活動を行っております。そういう私たちがですね、なぜ今回特定秘密保護法に反対という訴えをしているかと申しますと、端的に申し上げますと、これが実質的な憲法改正につながるからです。詳しくは後ほど弁護士から説明がありますが、私たち国民の基本的人権が激しく制圧されます。また私たち国民が選んだ国会議員のもう手足をもぐような権限を剥奪してがんじがらめにして国会の機能を麻痺させる法案です。民主主義のシステムを崩壊させて、また憲法によって権力の暴走を食い止めようという立憲主義の精神を骨抜きにするという本当に近年稀に見る悪法と言っていいかと思います。でこれを許すわけにはいかないと、有権者としても一法律家としてもこれは何としてでも廃案に追い込まなければならないんだという、そういう思いで今回この企画を急遽開催することにいたしました。短い時間ではございますが、最後までごゆっくり一緒に考えていただきたいと思います。本日はありがとうございました。今日の式次第プログラムにつきましては、お配りしてある資料の1ページの左側にありますので、どうぞご参照ください。この中に、ライブトーク、座談会があるんですけれども、この中で、なるべく皆様からの質問、ご意見をですね、いただいて、それを適宜な方法に反応しながら進めたいというふうにも思っております。お配りしてある配布資料の後ろから2番目を見ていただくと、質問回答用紙というのがございます。これを書いていただいて、途中で質問権用紙をですね、回収するスタッフが並びますので、書きましたらば手を挙げていただくなどして、お近くのスタッフにお知らせください。時間の関係で、全部のご質問ご意見をご紹介できないかもしれませんけれども、ご容赦ください。また、事務連絡なんですけれども、この会場のゴミ箱を利用してはいけないというふうに聞いておりますので、すみませんが、まずですね、武井由紀子弁護士より武井です。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、お話しさせていただく前に、今日お配りした資料の方ですね、確認していただきたいんですけれども、この一式配らせていただいているものですが、まずですね、左側が今日の式次第、
右側がですね、明日の21日の集会のご案内になっています。ぜひ盛り上げていきたいと思います。あと次のですね、2ページ目から5ページ目までがですね、これ今からお話しさせていただく法案に関するあのレジュメになっています。そして、6ページ目からですね、11ページ目までが、これが法案の全文になります。そして12ページ目が、左側がですね、福島民報の社説、そして右側が外国特派員協会の会長声明です。これ法案に関する反対声明です。そして13ページ目がですね、これ有名な藤原紀香さんのこの法案に関するブログの内容になっています。そして14ページ目が左側が国会議員のですね、方の名簿と、右側がですね、この法案に対する意見を皆さんが届ける時の、参考になる文章の例が、あります。あと15、16はですね、先ほどご説明したような質問用紙ですので、適宜お使いいただければと思います。ではですね、特定秘密保護法案の、説明をさせていただきたいと思います。この法案はですね、実際成立してしまいますと、何が秘密、それは秘密ということでですね、指定されたものについては内容がよくわからない、市民が何かですね、情報を得ようとしたときはそれが秘密に当たるというようなことで、わけもわからないままですね、逮捕されてしまったり処罰されてしまったりというようなことがあり得るわけです。そしてその中でですね、またものすごい人、大勢の人のプライバシーが侵害されるというような状況もあります。で、このようなことが行われると、私たちは必要な情報が得ることができなくなって、民主主義国家、ではなくなってしまう、国民主権ではなくなってしまう、まさに憲法改正をですね、この一つの法案でやってしまうような、そういう危険性があるということ、これから皆さんと一緒に、見ていきたいと思います。ではですね、パブコメなんかがですね、2週間で9万件、8割が反対しているぐらいで、あと反対声明を出した団体もちょっとこれ数えてみたんですけど、数えきれないぐらい、この中にあるのも先ほどちょっと文書の方で書類の方で添付させていただいたものもいくつかあります。あとは福島県議会、あと日弁連、あと全国各地各県弁護士会もあるんですけど、全て反対声明を出しています。あとニューヨークタイムズなどもあります。そして、芸能界の方でもですね、懸念の声を上げてらっしゃる方、あるいは反対されている方、結構話題です。にもかかわらずですね、政府はもう拙速にこれを法案を通過させようとして、今皆さんも緊迫した状態だと思うんですけれども、で今日のですね、お話しさせていただく構成としては、まず第一部にこの特定秘密保護法案、この仕組みと、第二部ですね、この法律はどういうことを目的にしているのか、それはですね、取りも直さず、じゃあ本当に必要なのかということを、ご一緒に、考えていきたいと思います。まずですね、特定秘密保護法の仕組みなんですけれども、3つの部分からなっているというふうに考えていただけると分かりやすいと思います。まず第一にですね、特定秘密の指定があります。大臣が安全保障の情報のうちですね、これ詳細後でやりますけれども、特に重要なものを特定秘密ということで指定をいたします。第二にですね、特定秘密の取り扱いに関することがあります。まずですね、省の中でこれは特定秘密って決めた場合に、それを省の外から出すことについてですね、極めて厳しい制約がなされています。それが最初のポイントです。次にですね、その省の中で特定秘密と決めた、それを取り扱う人について、一般的に言うところの身辺調査をかなりやるということで、それを適正評価というふうに呼んでるわけなんですけれども、この内容についても後で見ていきます。で3番目にですね、皆さんも興味関心あるところかと思うんですけど、罰則です。でこれをですね、外部に漏洩したり、あるいは知ろうとした、取得してしまった人はですね、最高で懲役が10年という極めて重い刑罰に処せられるということが特徴としてあると思います。仕組みは、この3つですので、これをちょっと頭に入れていただくとですね、後の説明少し分かりやすいのかなというふうに思います。ではまずですね、1番目の秘密の指定に関するところです。ですね、指定の仕組みについては、大臣がこの4つの分野 で一応ですね、別表によって項目があって、それで限定はされているんですけど、後でちょっと一緒に別表も見ていただきますが、実質的には限定はされてないというようなことなんです。であとこの B
れれば国の安全保障に支障を来す恐れのある情報について特定秘密と指定するというような仕組みになっています。つまり分野があって、その中で別表による指定があって、そして一応その中でも漏れれば国の安全保障に支障を来す恐れのある情報ということにはなってはいます。ただ実態としてどうなのかということについては、せっかくなんでちょっと条文なども見ながら、ご説明していきたいと思います。極めてですね、広範で広く曖昧で、そして、何の限定もされていないということを、お分かりいただけると思います。まずですね、分野を見てみます。4つの分野です。防衛、外交、特定有害活動防止、テロ防止というふうにあります。この中でですね、おそらく耳慣れないのは3番目の特定有害活動防止っていうことだと思うんですけど、これは、おそらく政府の方としてはスパイ活動防止のような趣旨で使っているものだと思います。ただ実質はもっとずっと幅が広いっていうのもちょっと後で一緒に見ていただきます。最初そんな風にイメージしていただければなと思います。そして防衛と外交についてなんですけれども、確かに防衛や外交については何か国の秘密っていうものはあるのかもしれません。しかしですね、いろんなところで国が都合の悪い情報を出さないととっても大変なことになります。例えば先日のシリアの事態ですけれども、政府軍がですね、生物化学兵器を使ったというような話がありましたけれども、これ本当なのかと、反政府軍もじゃないかというような話も出てきて、じゃあということで事態が動いたり、やはりその防衛に関する情報というのは私たち市民も知る必要があることです。そして外交についてもですね、特に今 TPP なんかが秘密のうちに話が進んでますけれども、本当にその農業を従事する人、あるいはいろんな分野において関係があるようなもの、それを本当に秘密にしていいのかというようなことで、この4つの項目、だから秘密でいいかなって思うのは、ちょっと危険なのかなというふうに、私は考えています。そして先ほど言いました3番目のですね、特定有害活動、実際これちょっと条文見ていただくと、これまさにこの法案の特徴とも言えることで、非常に範囲が広い。先ほどちょっとスパイ活動のようなものというふうにご説明しましたけれども、見ていただけるとあ、い、うとなっていて、のうち外国の利益を図る目的で国及び国民の安全を著しく害し、または害する恐れがあるものになっているんですが、確かに字面を見るとスパイって感じかなで、委員も見ても武器不正取引、こういう情報については確かに秘密にしないといけないのかなっていうような感じの思われるかもしれませんけど、問題はですね、ウにある通りその他の活動です。その他って何で、一応ですね、外国の利益を図る目的って書いてあるんですが、例えばですね、原発に関する情報なんかもこれ漏らすと外国から責められるとか言うと、どんなもんでもですね、この活動に引っ掛けられることができるというのを今ちょっと条文見ていただくと、ああそうかなって思っていただけると思います。もっと怖いのが次の4番目のテロの防止に関することです。でですね、これいろいろ問題があるんですけど、とにかくですね、テロリズムの範囲がすごく広いです。政治上その他の主義主張に基づき以下の行為を行うとテロなんだそうで、ちょっと見てみたいんですけど、この一と運についてはですね、確かに社会に不安もしくは恐怖を与える目的に人を殺傷することとか、重要な施設その他のものを破壊するための行動をする、この2つなんかは、確かにテロなのかなって感じがあると思うんですけど、見ていただきたいのがアです。これですね、他人や国家や他人に、政治上その他の、主義主張を強要することというふうに書いてあります。この中の方で金曜日に官邸前に行かれた方ある方いらっしゃいますか。ね、いっぱいいらっしゃいますね、ありがとうございます。皆さん官邸に向かってなんか総理とか言って採択を反対とか言って、叫んでらっしゃいますよね。これとかもしかして国家や他人に政治上その他の主義主張を強要することに当たる気がしませんか。ね、こういったことも含まれかねないんですね。それテロリズムかもしれない。皆さん気がついた時にはテロリストにされてるかもしれない。でも法文を見てみればそういう解釈はこれ可能です。そして先ほどご説明しました通り、 1,2,3,4 つの分野のうち別表で項目の縛りをかけていますというふうに私先ほどご説明しました。
これがですね、別表です。ちょっと字が小さくて申し訳ないです。皆さん法文とかもついてます、全文ついてるので、もしよかったらそっちでご覧いただいてもと思うんですが、一応ですね、4つの分野で1号、2号、3号、4号、防衛、外交、特定有害活動防止、テロリズムの防止というふうに書いてあります。で、これですね、じゃあ分野を限定してこれに限って特定秘密っていう機能が本当にあるのかっていうとですね、例えば第1号の意を見ていただきたいんですが、自衛隊の運用またはこれに関する見積もりもしくは計画もしくは研究というふうに書いてあります。そうすると自衛隊が何かする時の基礎研究にあたるものが全部特定秘密として指定することが可能になるということです。で、あとですね、この別表の、いっぱい問題はあるんですけど、とにかくその他が多くて11ぐらいその他があるんですね。で、あとですね、この各号一つに何でも入るブラックボックスが用意されているんです。1号だといいです、その他の重要な情報、2号です と、その他の、重要な情報、3号でもこのその他の重要な情報、4号のその他の重要な情報、要はですね、この 1,2,3,4 になんとなく引っ掛けられればですね、どんなものでも特定秘密になり得るということが、条文上分かっていただけると思います。ということで、今見ていただいたのが特定秘密の、指定に関するところで、非常に広く曖昧で限定がないということがお分かりいただけたかと思います。では次にですね、そういった特定秘密の取り扱いについて、先ほど私2つ申し上げました。まずその章の中で特定秘密というふうに決めたものをですね、提供するということに関する制限と、その章の中でその取り扱う人に対する適正評価の問題、この2つについて見ていきたいと思います。まずですね、最初、提供先です。すいません、ちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、見えますかね。これちょっと分かりやすいんで使いたいんですが、この日本政府ってあります。政府ってあるんですけど、実際に指定しているのは省です。そこからですね、出す場所としては、都道府県警にも、出されます。あと、極めて限定的に、実質出ないと言ってもいいのではないかというふうに思うのが国会あるいは裁判所というようなことです。国会はどういうことかというと、国会議員に対しても、厳しいですね、守秘義務が課せられることになります。で、実際ですね、秘密会といって公開じゃない公開、国会ではじゃないとダメだということで厳しい条件がついています。さらに秘密会っていうのはですね、議員の3分の2の、賛成がないとできないので、今の憲法になって以来ですね、本会議に秘密会が開かれたことは1回もないです。で、その秘密会を設定してもなおですね、その省庁はこの秘密を出さないという決定が可能です。行政と国会が、国会は皆さん、ね、国権の最高機関というふうに習われたと思うんですけど、完全に立場が逆転しちゃっているということになります。なので、国会議員はですね、仮にも秘密会で提供されたとしても、それを秘書にも専門家にも話せないということになります。で、もっと言いますと、国会議員が持っている国政調査権、国会議員は行政を監督する権限があるので、あといろんなことで、国会で明るみに出ることが多いわけですけれども、そういったこともですね、例えば、どっかの省庁行ってこういうの知りたいんだよと言って先生ちょっとそれはみたいなこれは秘密なんだなみたいな感じでですね、提供してもらえないということが、あり得るわけです。結局ですね、例えば日本が何か有事でどっかの国に例えば自衛隊を派遣するというふうになったときは、国会の議決とかそういったものが必要になるわけですけど、それに必要な情報というのも提供されないままですね、議決がなされるというのは非常に怖いことにもなるわけです。そしてですね、裁判所なんですけど、実際これ、この法律ができた後は、漏洩の違反だとかですね、いろんな方が捕まったりする可能性も出てくるわけですけど、その裁判手続きでもですね、裁判所は公開の法廷でやるんですが、公開の法廷で秘密を公開すると秘密じゃなくなってしまうので、裁判官だけこうやって見てこう返すというような手続きだけですね。だから、何の秘密で逮捕されたか分かんない。で、もしかして自分がこんなことに関わってじゃないか、でもその自分が知ろうとしたことは本当はそんな秘密じゃなことじゃないはずだというふうに争おうと思ってもですね、なんでどういうのを取得したってことで逮捕されたかとかいうことが明るみに出ませんので、争いようがない。弁護士も非常に困る。で、そこはですね、
あえて一生懸命頑張って弁護活動をしてしまうとですね、逆に取得しようとしたというようなことで、弁護士にも、罪が及ぶというようなことになるわけです。ですね、そして先ほど申し上げました特定秘密の取り扱う人についての、ことです。ですね、この特定秘密については扱う人は国家公務員に限られているわけではありません。例えばですね、自衛隊に何か物品を納入している人、性能とかそういうのに関して、秘密あるいはシステムとかについてもその特定秘密を、一緒に共有するということがあるわけです。なので、ですね、法律の中でも国家公務員と関係企業の人というようなことで書いてありまして、だから適正評価をされるであろう人というのが極めて、後半に当たるわけです。会社とかのお勤めのこと多分分かると思うんですけど、じゃあ課長さん一人が知ってればいいやとか言ったら課長さんが異動になっちゃったりとか倒れちゃったりとかすることを考えて、比較的こう多くの人をこうスタンバイにつけとくってことがあると思うんですけど、そういった人全てですねこの評価の対象になるということです。で、国家公務員だけでですね64万人今日本はいます。それからですね、先ほど言いましたように警視庁から情報が渡る、警察庁から情報が渡る都道府県警の警察職員、あと自衛隊納入企業は1500社あります。下請け入れたら莫大な数です。あとシステムも作っている先はですね日立とか NEC とか大きな会社ばっかりです。こういうようなところがですねの人たちに対してじゃ秘密を渡すからというようなことで、下記のような、身体検査というか身辺調査がなされるわけです。で、7項目法律では規定されてまして、先ほど言いましたような特定有害活動とテロとの関係、これもですねさっきも言いましたようにすごくこう範囲が広いので何が入るかわからない。で、犯罪なのか、薬物の乱用、精神疾患、飲酒について信用状態というようなことが調査されます。で、薬物に関してはおそらく、病歴なども調べられるのでしょうし、精神疾患ということに関しては例えばカウンセリングを受けたかことがあるかどうかというようなことについてまで調べられる可能性があります。で、7番目はですね、借金をしているとかもそういったことだと思います。本当にこれはプライバシーの塊なわけです。それでですね、じゃあこのたくさんの人、この人だけが調べられるのかというとですね、実際1に関しては家族についても調査がなされるということになっています。これ1に関して氏名、生年月日、国籍、住所も、調べるということになっているんですが、ただこれを調べたからといってですね、じゃテロとの関係なんていうのは分かんないわけです。結局何をするかというと、家族がこういうよう なんかテロと思われるような活動をしてないかどうかっていうことまで実質的には調査が及ぶんだと思われます。で、あと先ほどから家族って私言ってますけど、この法律では家族の範囲が決められていて、これがとっても広いというのも一つの特徴です。父母だけじゃなくてですね、配偶者の父母とかですね、配偶者のお子さんなども含まれます。私自分で計算してみたら9人いました。皆さんもですねパーって考えると結構いらっしゃるんじゃないかというふうに、思います。なので極めて広範な人がですね、これだけの人が対象になり得て、さらにそこから家族ということで、もう大量のプライバシーの情報が収集されるというようなことになります。では、このような適正評価はですね、政府は人事とかそういうのに影響がないようにするというふうに言ってるんですけど、本当かっていうふうに考えるとですね、朝日新聞でちょっと面白い、のがあったのでちょっと引用させていただきますけれども、旦那さんみたいな人がですね、頼むから反原発と疑われる活動はやめてくれと言ってて、奥さんがですね、サークルを続けると夫の出世も妨げてしまうのかしらというふうに自問自答しているということです。で、新聞に、紹介された事例によると、旦那さんは自衛隊納入企業の社員さんだったそうです。で、奥さんが、なんか311の後内部被爆とかですごい興味関心を持って、職員の重さを測ってはブログとかにアップしているというようなことを趣味でやっているそうで、で実際この旦那さんが特定秘密を扱うような君こういう仕事の責任者になったらどうかみたいな話があって、調査された結果ですね、結局この人はその仕事の責任者に就くことができなかったという、架空の話ですけども、でその理由としてはですね、奥さんの、こういった趣味が響いたんじゃないか、あるいはですね、この旦那さんなんかすごい三国志が好きで中国やったらと言ってたのもあったんじゃないかみたいなことが、言われて、います。そういったことがこれから現実になるかもしれないということです。
ではですね、まあ、皆さんこういう話を聞くと、そんなもの集めて何にするんだ、どうするんだっていうふうに思われるかもしれません。実はですね、もう適正評価というのはすでに、なされています。秘密取扱適格者確認制度っていうのが法律の根拠ないんですけど、2009年からですね、国家公務員に対してはなされていて、でも適格というふうに判断された人が5万人いるそうです。絶対何人調べたか分かりませんけど、はい。そして、この中一例挙げたのが、これはですね、防衛省自衛隊の心情明細書と言われるものです。あなたの交友関係なのか、あなたのことをよく知っている人は、まあ、みんな書きなさいというふうに書いてあって、関係もこんなふうにちゃんと書きなさいとかですね、政治経済等の団体及び出身学校関係の親睦団体がスポーツクラブ、その他あらゆるものについて現在過去を問わず記入せよというふうに書いてあります。これはもうまさに思想心情調査ですよね。まあちょっとゾッとしちゃうわけですけども、まあ、皆さんもこういった形でどっかで情報を仕上げられているかもしれないというようなこともあるわけです。そして、実際ですね、自衛隊の情報保全隊、ごめんなさい、ちょっと皆さんに配ったやつ、ちょっと書き方が少し間違ってるかもしれないんですけど、反イラク戦争市民監視権というのがありまして、反イラク戦争の集会とかに出た市民についてですね、自衛隊の方で、個人の調査を進めていたというようなことが裁判で明るみになったものもあります。結局権力の側の人はですね、やっぱ市民が何をするかが怖いと、とにかく情報を集めておきたいという気持ちが強いですね。だから私みたいなのは関係ないわと思っていても、向こうにとってはどう思うかということが一つポイントとしてあると思います。そしてですね、罰則です。罰則はですね、行為が、まず特定秘密の取扱者、先ほどの、まあ、公務員とか関係企業の方が漏洩した場合ですね、これが懲役10年以下ということになっています。現在ですね、一般的になるのは、国家公務員法で、これは行為のみ1年以下の懲役なので、まあ、非常に10倍になっている、ものすごい厳罰化ですよね。まあ国会議員みたいに提供した人が漏らすっていうのもまたちょっと別にあるんですけど、それは細かいので割愛するとして、あと皆さんにすごく関係ありそうなのがこの取得行為というものです。で、まあ、こういった対応で特定秘密を取得したような人は懲役10年以下の大変重い罪ということになります。で、この行為の特定はですね、1234、これはですね、全て犯罪行為に当たるようなものです。まあ、暴行とか脅迫とかそうですよね。で、問題なのはこれです。このその他、特定秘密の保有者の管理を害する行為によって取得した場合はこうなるということなんですけど、ただですね、考えていただければ、例えば私がですね、誰かにこう迫ってですね、特定秘密を渡してもらった場合は、相手の立場から見ると管理は害されているわけですよね。なので管理を害する行為っていうのは何ら限定にならないということがお分かりいただけると思います。こういうことで非常に怖いわけですが、もっと怖いのが、こちらです。この法律はですね、まあ、実際、まあ、行為でこういうことをやりましたということの他にですね、周辺的行為をかなり広範に罰するというのが一つの特徴です。過失、今までですね、国家公務員法では過失はなかったんですが、過失でも5年以下ですね。あと共謀というのが、これ事前の相談をすることです。あとは、未遂です。あと、まあ、教唆、そそのかしですね。で、5番目が煽動、これ煽ることです。やっちゃやっちゃえみたいな、そういうことなんですけど、これはですね、まあ、似たような法律でちょっと比較をしてみますと、例えば国家公務員法の場合は、こっちの周辺的行為を1、2、3、4、5だとするとですね、こっちの国家公務員法は 1.5 ということになります。国家公務員法の方での漏洩で処罰される周辺的行為としては、共謀と、あとは既遂の教唆だけなんです。こちら未遂の教唆も含んでいるので、こっちの方が多いわけですね。そしてこっちの右側が刑法の一般法の秘密漏洩罪、これは例えばお医者さんとかがですね、患者さんの秘密とかを漏らしてしまう、これは、懲役が 6ヶ月以下ってことなんですけど、こちら見ていただくと 0.5 なので、いかにこのですね、特定秘密保護法では罰則の周辺的行為を処罰する、幅広く処罰するかってことがお分かりいただけると思います。そして、まあ、特徴的なのはですね、この共謀、まあ、事前の相談なんですけれども、これについてはかねてからですね、一般法規の中で共謀罪というのを作ろうという考え方があって、でもそれに対しては、も
本当にこの事前の相談なので、ちょっとあいつ締めてやろうかみたいな、そういう何気ない会話でも共謀というふうに認定される恐れがあって、まあ、極めて危険だということで、今までまあいろんな市民の方や刑法学者の方が何とか押し戻してきているところを、まあ、来年はっていうようなことで、どうもここにですね、こっそりこういうのを潜り込ませて、まあ、そこへ一律化としてですね、一般法に広げようというようなことが、見られるのではないかというふうに感じています。で、一応ですね、これでですね、まあ、先ほど法案の仕組みっていうことについてはお話は、終わってですね、次に目的に、なります。まあなんかもう ひどいなっていう感じで、なんか皆さんシーンとしちゃってるんですけど、なんかじゃあこれ本当必要性があるのかということをですね、ちょっと全員解釈して考えてみたいと思います。法案成立後の日本はどうなるかというとですね、結局情報が出ない社会になると思います。今政府はですね、じゃあどのぐらい指定するのかっていうのについて、まあ、40万件だとかいうふうに言ってて、原発もティピットも含むみたいなことも言ってます。で、日本のですね、この、まあ、制度の特徴として延長がいくらでもあり得て、一方で公文書の保存期間って30年になっているので、30年過ぎたところでどんどん、まあ、闇に葬られるっていう可能性があるわけですね。あとこれはですね、第三者のチェック機能がないですし、あと実質的にこの40万件とかもある、大臣が指定するとか言っても結局指定するのは課長さんとかなわけですよね。そうすると、まあ、省に都合の悪い情報の隠蔽っていうのが、まあ、かなり広範に行われるだろうなっていうことが、まあ、推測がつくわけです。で、まあ、とにかく、まあ、いろんな情報が秘密指定ってことになるでしょうし、何が秘密指定がよくわからないので、まあ、国民にとっては、まあ、国政で必要な情報が入ってこない、私たちがその民主主義としてここに投票しようとか、こういう政策がいいって思う基礎の情報が入ってこないことになります。で、国会議員も先ほど言いました、よくわからないまま議決させられることがあったりとか、国政調査権が実質的にはなくなってしまうというようなことがあります。で、このようにしてですね、政府から情報が出ないとすると、まあ、皆さんどうするかというと、情報を取ろうとして頑張るわけですよね、市民が。でもそれがすごくこの法律によってできなくなるということです。例えばこの中の方、いろんな活動をされた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、省と交渉しててこの情報を欲しいとかくれとか言うとですね、例えば漏洩教唆とかになってしまったりとか、内部告発をすべきか、まあ、公務員同士でこんなのをちょっと国民の人知らせないのひどいんじゃないかみたいなことを言ったら漏洩の共謀とかですね、あとまあ例えば、まあ、市民の方を大勢で押しかけてですね、プレッシャーかけて情報を取って、まあ、取ったら、まあ、取得行為というようなことで罰則ですとか、あるいは記者の方が夜市朝掛けの取材とかで情報を得たら取得行為になってしまうのではないかとか、まあ、こういったことが、考えられるわけです。そして、まあ、怖いのは、先ほども言いましたような逮捕裁判を通じて秘密の中身が明らかにされないので、まあ、そんなのは秘密じゃないとか言って、こう自分の身を守ろうとしてもそれが非常に難しいと。で、皆さんにこういうふうに言うと、そんなのなんか、まあ、ちょっとおとぎ話の世界、信じられない、なんか冗談じゃないのっておっしゃるかもしれないんですけど、冗談じゃないのは、1941年の宮沢蓮事件っていうのがあって、実際そういうことがあったんですね。北大生だった宮沢さんは、アメリカ人の英語教師のレーンさんに、根室脇に軍事演習場があるって言ったというような話がありまして、でなんかある日彼からするとですね、ある日突然キャンパスで逮捕されて、裁判の中でも秘密が明らかにされないままですね、国家機密を漏らしたというようなことで懲役15年の刑に処せられたというような、話があるので、まあ、そこはもう全く、まあ、それほどというわけでもないというようなことなんです。そして、まあ、それもすごく怖いんですけど、もっと怖いのはですね、こういった罰則や、まあ、先ほども申しましたような、知り合い家族みたいな形で広範な個人について情報収集するとですね、まあ、自分の表現活動とか、まあ、市民の活動とかそういったことができなくなってしまうというようなことが非常に深刻だと思います。日本人非常に真面目なので、思い出していただきたいのは個人情報保護みたいな話がちょっと出るとですね、町内会の名簿も作れないしみたいな、ありますよね。学校の連絡もすら作れなくなってしまうというふうに考えると、この萎縮効果は非常に甚大だというふうに思っています。あとはですね、まあ、先ほど言いましたように監視社会ですね、官民問わず大勢の方が調査対象になります。で、調査といっても省の中でですね、そんなにマパはないと思うんですよね。まあ、おそらくこれは警察に頼む。で、警察もですね、こういったこう、まあ、事前の何かやってもいない人に関する調査っていうと、やはり公安になってくるのかなというようなことが、あります。で、まあ、
すごい怖いって感じなんですけど、まあ、なんか目的とかあるんじゃないかということで全員って解釈して一応見ていきますとですね、まあ、この法案にあるのは、まあ、情報漏洩防止で国や国民の安全を確保というふうに言っているわけです。では一応それを見てみますと、本当に情報漏洩あるのって見ると2000年から5件しかないんです。で実験もですね1件だけで、これたった10ヶ月なんです。今の国家公務員法の1年以下で大いに足りている。ただ皆さんそうすると、いやだって尖閣ってビデオ事件あったじゃない、ああいうの困るんじゃないですかって話が出ると思うんですけど、でもあのビデオ時点ですね、そもそも海上保安庁の職員がフォルダに入れて共有してたので、そもそも秘密じゃありません。一応なんか逮捕はされたみたいですけど、起訴猶予というようなことになっているわけです。で国や国民の安全確保っていうふうに言っているんですけど、本当に国民の安全のためなのかっていうのは私たちすごい気になるところですよね。でまずですね、立法のそもそもの理由っていうのは、やはりアメリカから共同軍事行動のためにこういうのを設けてくれというふうに言われているってことは、まあ、政府も公に認めていることです。でその時の共同軍事行動というふうに意図されていることはですね、いわゆる集団的自衛権ってことです。で集団的自衛権というのは何か例えば中国とか近隣でっていうような話ではなくて、イラクとか、まあ、例えば今回からだってシリアの戦争とかに一緒に行くというようなことなわけです。そういうことをしてですね、私たちは安全を確保できるのかっていうことについてちょっと皆さん考えていただきたいと思います。あとですね、私はですね、この法律でまだね発見しました。本当は国民の安全考えてないというふうに、確証を持って言えるところが、あります。すいません、先ほどもですねこの提供先っていうのを見ていただきたいんです。この中でですね、都道府県警には提供されるということになっているんですが、ですね、地方公共団体には提供されないというふうになっています。これ何かっていう と、武力攻撃事態法っていう法律がありまして、例えば、まあ、有事の時はですね、住民の安全はですねの保護の責務を負うのは地方公共団体なんです。そういう時に例えば、まあ、どっかの地方が攻撃されてこんな被害が出てこんな武器を使われたっていうようなことは特定秘密になる可能性すごく高いです。でそれをですね、じゃあ他の全国津々浦々こんなのはこんな風に備えようっていうのがこの法律上いかないわけです。ここからしてもですね、本当に国民を守るっていうことが感じられないと言って、いいと思います。そして、でもなんでじゃあこんな法律作るんだろうかってことで、さらに政府の考え方をまた聞いてあげるわけですけど、知る権利が これは町村さんの発言で、知る権利が国家や国民の安全に優先するという考え方は間違いだというふうに言っています。それについては情報を統制して安全確保をするというような発想があるということなんです。ただそれについて皆さんどう思われますか。なんか今でさえ情報公開はされてなくて、私たちなんか安全だなっていう感じがないっていうこともあると思うんですね。これは原発の内部の写真で、後でこれはですね、原発の中に入られた数少ない国会議員でいらっしゃる川内さんの方が提供してくださった写真で、後で解説とかしていただきますけれども、まあ、こういったこと皆さん記憶に新しいと思います。で今私たちが持っている情報っていうのはですね、今日本の報道自由度ランキング53位、まあ、先進国にあるまじき水準なのでこんな感じで、それをですね政府は情報統制による安全確保ということで、さらに私たちに与えられる情報が少ない。でも施行するべきはむしろ情報公開による安全確保なんではないかということを、多くの人が言っています。私もそれがいいと思っています。ではこの法律でですね、私たちの失うものを得るものを考えてみたいんですけど、失うものはぶわー知る権利報道の自由、ちょっとここに書ききれないのがいっぱい、これ憲法上の、まあ、権利というか権能ですけれども、バーッとあります。でもこんなのを失っちゃったらもう実質憲法がなくなるのと一緒です。憲法改正と一緒です。で得るものとしたらアメリカとの共同軍事行使ができるっていうようなことと、まあ、情報のない声が上げられない社会、監視社会というようなことになるわけです。でただ皆さんの中にはですね、そうは言ったって何らかの軍事機密みたいなのは秘密にしておく必要あるんじゃないのっていうふうに思われる方がいらっしゃるかもしれません。その方のために、ちょっとご参考に、提示したいんですけど、つわね原則というのがあります。結局そういった秘密と国民との知る権利っていうのは非常にこう対抗的な喧嘩仲の悪い関係であるわけです。
そこをですね、どういうふうに線引きするかっていうのが、国連とかいろんな世界の専門家が集まってですね、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則ということで立法のガイドラインとして今年6月にまとめたものです。で、ちょっとすいません、皆さんのやつ少ないんですけど、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ちょっとネットとか探してもらうといっぱい出てくるので、見ていただければと思うんですけど、15項目あって、今の法律はこれことごとくこの原則に達してないわけです。先進国としてですね、これからこの法案を作ろうと思ってるわけで、こういったガイドラインに全く適してないものを作るというのは本当に恥ずかしいことだというふうに思います。なので、結論としてはですね、今みたいな形の拙速な立法は絶対にダメということ、私たちのこう憲法がですね、奪われてしまうような、もう市民的な権利が奪われてしまうようなことを、あんな風なスピードで、あんな風なことで決めてはいけないということ。でもし仮にどうしてもそういうものを作るべきだということであれば、せめて国際基準のつばね原則を参照にすべきだということです。以上で私のお話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。会場内、幸い大変混み合ってまいりました。このように立ち見もいらっしゃる状況なんですね。ですので、恐れ入りますが、なるべくですね、お荷物は持っていただいて、一人一席でお願いいたします。次にですね、急遽お願いしたものですから、式次第には書いていなくて恐縮なんですが、今の限り弁護士の話で出てきた原発内部の映像の写真をご提供いただきました。高市博さん、前衆議院議員で立憲本部の世話人でいらっしゃいますが、貴重なお話をいただくお時間を頂戴できましたので、立憲書籍ではありますけれども、お話をお願いしております。高市さん、よろしくお願いします。どうも、お集まりの皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました川内でございます。特定秘密保護法に反対する集会ということで、東京オリンピックに向けて安倍晋三さんという方が今総理大臣をしているそうですけれども、その方が、コントロールされているというふうに、お述べになられたわけですけれども、多分情報をコントロールしているというふうに、思っていらっしゃるのではないかと。さらにそれを強化しようと、今後は大本営発表をするので、国民の皆はそれをありがたく受け取りなさいと、そういうことのためにこの特定秘密保護法を制定するのではないかというふうに、皮肉の一つも言いたくなるぐらい自由が生まれる。私たちは自由の国に生まれて、自由に生活をすることを保障をされなければならないというふうに思います。民主主義というのは情報の公開がもう大前提、情報の公開があり、議論があり、少数意見が尊重され、そして、原案が修正をされるというのが民主主義の原理原則である。その情報公開を制限する、秘密にするというのは私はありえない話で、今でさえ、今日これから説明いたしますけれども、原子力発電所の2年半前の大変な事故、原因について実は全く分かっていない、全く分かっていないにもかかわらず、国民の多くの皆様には津波で全電源が喪失したんだよと、それでメルトダウンしたんだよというふうになんとなく思い込ませている。しかし本来は地震で配管が損傷をしたのではないかという専門家もたくさんいらっしゃる。原因はまだ分かっていない。しかしそのことについて全く原発内部の映像等も明らかにされないわけです。テレビの新聞やニュースで毎日原発サイトの映像は出ます。そこはきれいに片付けられている。安倍総理が行ったところもきれいに片付けられている。だからみんな片付いていると思っているが、しかし原子炉建屋の内部というのは未だに手がつけられないほど破壊され尽くしているというのが実態なのだと、そのことが全く伝わっていかないわけでございまして、
ズレズネグサという人質があったわけですけど、こう吉田健康さんという人が書いたんですけど、世の中は空ごとバカになりけりと書いてある。空ごとっていうのは嘘っていうんです。世の中は嘘ばっかりだと。しかしその嘘も偉い人が言うと庶民は本当のように思い込まされるから、みんな気をつけようねと1200年前に書いてあるわけでございます。今日これから政府はこんだけ嘘をついてる、これが真実ですという映像をお見せをいたします。尊敬する広瀬先生も今日はいらっしゃるのですね、大変緊張しておりますけれども、原発事故の原因、原子炉建屋というのは5階建てです。5階建てで、津波原因説を取る場合は原子炉建屋の5階が爆発いたします。しかし地震で配管が損傷している場合には原子炉建屋の4階が爆発をいたします。だからどこで爆発が起きたのかということは非常に事故原因に関わることなんですね。その事故原因に関わる部分について、地震で配管が損傷しているした、そのことがきっかけだったのだということを今日これからお見せする映像はしっかりと示唆をしてくれています。そのことをですね、ぜひ、見といていただきたいというふうに思います。この操作はこれ自分でやるんですかね。誰かお願いします。ちょっとここ消していただいた方が、はい、あ、全然音があれですね、音は拾わないんですね、これはね。あ、まあそこはこれここつけないと入らないんじゃないですか。すいません、全然リハーサルをしてなかったのですが、映像が出るまでですね、もうちょっと補足で説明しますが、その4階の損傷、そして5階、というのが津波、その4階で損傷する場合はちょっと暗いですね。あれテーブルどけたわ。もうちょっとこう暗くできますか。これですね、このビデオの特徴は、東京電力の原子力担当の責任者である常務さんが私の質問に答えて明確に証言をしています。そこが非常に重要なところなんですけれども、これ原子炉建屋の4階に上がってきました。この原子炉建屋の内部映像を民間人で東京電力の人以外で中に入っているのは世界中で私一人だけでございます。でこれなんでお前が入れたんだということを説明すると5時間かかるのでですね、今日は割愛します。どんどん飛ばしましょうね、もう時間がないのでですね。これ4階の内部が被覆管などがもうめくれ上がってる様子ですね、爆風で。でこのあと非常に重要なシーンになりますけれども、音がですね非常に重要なんですけども、はい、川内さんマイクで拾ったらそれで。そうですね、あ、停止、なんでね、なんで一時停止にならないんですか。
音が入らないですか。いやでもこれですね、ちょっと待ってください。このマイクの方が音入ります。ちょっと進みすぎましたね。ちょっと戻して。はい、ここです。ここ止めてください。はい、ここです。これですね。これ非常に重要な写真でございます。これ4階の天井に、作ってある大物搬入口という口でございます。で、これは何する口かというと、5階っていうのはオペレーティングフロアといって、使用済み燃料棒を出し入れするための作業場ですね。その作業場に大きな機材を出し入れするための口が切ってある。これが大物搬入口、5メートル四方でございますけれども、普段は転落防止のために 5.7 メートル四方、 1.5 トンの鉄板がかぶさっている。その鉄板がないわけですね。その鉄板がないので、私は東京電力の方に、鉄板どこ行ったんですか、こう聞くと、東京電力の方は分かりませんとこうお答えになられるんです。ということは、爆発で下に落ちていたらですね、どっかにあるわけです。1階から4階までは全部 見たわけです。それがないということは、どこにあるか分からないということは、下から上にこの大物搬入口の 1.5 トンの鉄板は吹き飛ばされているのではないか、すなわち4階で爆発をしたのではないかということが、この大物搬入口の蓋が、鉄板が吹き飛んでないということから示唆されると。さらにですね、もう一つ重要な証言がありますので、ずっと進めていただいていいですか。最後の7分ぐらいのことですよ。これ1号機です。1号機、2号機3号機は入れませんから、線量高くて。1号機も高いですよ、はい、これが1号機のですね、一番奥のところですね、4階のものすごい壊れ方です。で、後でこの線量計の音がピーピーになりますから、それも聞いておいていただきたいと思いますけれども、で、画面がチラチラするのは放射能の影響です。で、このあとですね、東京電力の部長さんに、まあ、4階に水素ガスがたまるということは、当然水素ガスは軽いですから5階にも行きますから、5階でも爆発が起きるわけですけれども、4階と5階で水素爆発が起きた可能性がありますねと私が聞きます。そうすると東京電力の常務さんが、それはありますねと明確に答えます。このビデオの中で明確に証言します。ものすごい雑音してますからね。水をジャージャー炉心の方ではかけてますから、ものすごい雑音してますけれども、よーく聞いといてください。はい、字幕もつけてあります。ありがとうございます。電気つけていただいて結構です。原子力基本法に、原子力というのは安全保障に資するために原子力基本法を作るよということが書いてあって、特定秘密保護法にはの中では、安全保障に関する情報っていうのは大変、秘密指定をされる可能性が非常に強いというわけでございます。そうなると
本来、原発事故の原因がきちんと解明されなければ再稼働だの輸出だの東京オリンピックだのですね、あるいは新安全基準だのそんなものは定められるわけがないわけですね。それが原因もわからないのにまだこういう状況であるにもかかわらずどん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 国民の皆様にはなんとなく津波だと津波対策したから大丈夫だろうということでですね進められていく、そういうことをこういう情報をしっかりと大手のマスコミは扱わないけどもこういう場所で皆さんにしっかりお伝えしていくことによって私たちは口々にやっぱりみんなに伝えることができるわけですね。しかし特定秘密保護法ができたらこういうことさえも伝えられなくなってしまう、そういう意味で私も非常に危機感を覚えてですね今日あの若手弁護士の先生方に、ご依頼をいただいて、このようなお話をさせていただいたというところでございます。昨年の12月残念ながら私落選して国会で戦えないことがですね、まあ、本当に残念なんですがその代わり山本太郎君がいますのでですねしっかり頑張っていただければ私もそのサポートをさせていただこうというふうに考えております。以上私の報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。審議中で非常に緊迫した状況になっていますが、そのまさに今のリアルタイムの審議状況をですね、国会議員の山本太郎さんから報告をいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうも、暗黒地へようこそ、山本太郎でございます。はい。とっても有害活動ですよ、皆さん。片っ端からパクられますからね、これ通っちゃったらというわけなんですけど、まあ、あの今衆議院でいろいろやってますけど、僕参議院なんでその衆議院での緊張感みたいなものはまだ伝わってきてない状況です。でもまあ、何を聞いても曖昧にしか答えない、よくわかんないという状況が続いてますよね。国会の中継とかご覧になってる方はよくわかると思います。で、まあ、先日ブログやってる人とかブロガーっていう人たちも処罰の対象になるっていう可能性があるね、怖い話ですね。本当にもういろんなブログが本当に閉鎖されてしまって、そして逮捕されてしまうようなことにつながっていくかもしれないですね。それだけじゃなくて秘密して最長60年っていう話も出てきたりしてますか、皆さん。暗号とか情報源に関すること60年間秘密にするってね、余計なことやってくれますよね。60年間秘密にし続けたとしてももう暗号なんて腐ってると思いません？僕はそう思うんですけどね、何のために一体そんなことやるんだろうなって。で、今のスケジュールもともとですね、19日じゃないかとか21日じゃないかっていうような説も出てたんですけど、結局26になりそうだってことですよね。26に衆院を通過するんじゃないかって、で27日参議院じゃないかって、でまあ延長は多分あるんじゃないか、今国会会期中っていうのは全然諦めてないみたいですよ。できればたくさんの仲間たちと一緒にこの法案を通したい、自民公明だけじゃなくてみんなもね、すり寄ってましたもんね昨日 ね、みんなも維新もできれば民主もって話らしいですね。でまあ要はその参議院の中でいろんなスケジュールを決めていくときに邪魔されないように民主も抱き込みたいんだ、スケジュール上で邪魔することが可能みたいなんですね。僕よく分かってないです、ごめんなさい、まだ4ヶ月なんで本当にわけ分かってない状況ですからね。で、まあこれ本当にこの先どうやっていけばこれ止まるんだろうなって、もうそこだけですよね。要はもちろん廃案にすべき当然です、こんなものやられてたまるかよって、何が修正協議だっていう話なんですけど、でもこの修正協議ってことをやってくれることによって時間が稼げるっていう部分があると思うんですよ。だからこのとにかく今国会内では成立しない方向でよく本当に議論してくださいねっていう励ましのファックスメール、これ大きく変わりました。僕国会始まる1ヶ月前に全国回ってたんですよね、北海道から沖縄までキャラバンで、でその時に言ってたのはこれ通したら分かってるだろうな
これを投資やってみろと、次の選挙で押していただくぞっていうことを地元有権者からのファックスメールってことをやってたんですけど、今度はちょっとそれじゃ困るんです。もっとあったかく送り出してほしいですね。分かるでしょ、お願いしますよ、いつも応援してますからねっていう、我々の権利を奪うようなこんな法案、とにかく一生懸命話し合ってくださいと、今国会会期中ではなく次でもいいじゃないですかって、応援してますからねっていう励ましをとにかく追い続けることが大事なのかなと思うんですよね。で、先日ちょっと先日と言いますか、この、まあ、みんなの動画よりすり寄ったってことで、ちょっとその党内の人にお会いしたんですよね。でそこでお話をしたら、前の TPP の関連 TPP に反対するっていうことで党内で叩かれた人がいるらしいんですけど、その時の空気感よりも今回のこれはもっと厳しく感じるってことは、反対とかっていうのはなかなか難しいっていうふうに持っていかれるんじゃないかなと思うんですよね。まあでも関係ないと、だったら党なんてやめてやるよっていう気概のある人がどれぐらいいるかって言ったら難しい問題だと思うんですけど、ね、本当に嫌な話ですね。でも自分の中で秘策が一個だけあるんですけど、これ言えないんです。ほんま持ってんのって話ですからね。持ってんのが山本って話なんですけど、一つあるんですけどこれ言えない。どうして、潰されるから。これはでも僕一人じゃできないんですよね。国会内で何人かの人に力を借りないと、これは実行できないんですけど、まあ、これは最後の切り札として置いておきます。で、それが行われた時に皆さんに報告できると思っておいてください。何かは楽しみにしていてください。もしかしてね、これが全くもう滑っちゃうかもわからないですけど、またしても一人になっちゃうかもしれないですけど、そういう可能性がありますから、そっちの方が可能性としては高いです。でですね、先ほど川内さんのお話いろいろね、本当に興味深い、あんなところまで行くかっていう、本当捨て身ですよね。こういう国会議員がもうほとんど残っていないっていうのは嘆かわしいんですけど、まだ4ヶ月しかこの国会の中にいない僕にはなかなか説明ができないことが多いと思うんですよね。だからちょっと川内さんを交えながら、今どういう流れになっているのかっていうのを、なんかこうニュースとかでいろいろ情報を得てますよね。その中で今どういうことなのこれは、まあ、例えば、まあ、民主と維新がこう、ね、みんなの結局賛成するのに、まあ、茶番をしてるだけだとか、わからないですけど、なんかそこら辺のことを言っちゃいました。まあ、もう少しなんか解説していただけないですか。よろしくお願いします。川内さん、修正協議というのは、まあ、法案の条文を、まあ、自分たちの要求を出して、原案、を変えてもらうということなわけですけども、まあ、山本太郎さんがおっしゃいましたけれども、まあ、そもそもこんなでたらめな法律に修正も何も私もないというふうに思うんですが、しかしそもそもみんな党の先生方や、あるいは維新の先生方というのは、まあ、自民党よりも右側の先生方が多いですから、まあ、結局こういう法律については割とシンパシーを持ってしまう人が多いんだろうと。そうすると、でも世の中的には反対が多いので、なんとなくこうちょっとこう修正してよくしたよという体裁を取りたいというのが、まあ、民主や維新の考え方。一方で自民党公明党というのは与党だけで採決するということに関しては、いかな巨大与党であったとしてもですね、この手の法案を与党だけでやるというのは非常にためらいを持つわけですね。したがって、いやちゃんと要求が効くからと、修正要求を出してくれたらちゃんと飲むからと言って声をかけて、野党を引っ張り込む。しかし肝心なところは絶対変えないと。ということでですね、まあ、同床異務の人たちが今こう法案の採決時期をめぐってですね、いろんな交渉をしているというのが国会の現在の状況ではないかというふうに思います。ファックスメールで何かこうアプローチするとするならば、はい、みんなの党であれば、この例えば秘密保護法に反対、もともと反対してた議員さんとかに送るのが一番力を発揮しますかね。一番発揮すると思います。反対というふうに、聞いていますと、その反対の声をみんなの党の考え方にしてくださいということをですね、言うと。
そうすると、まあ、その方が採決の時にどういう態度を取るかということに、まあ、なるわけですよね。これは維新も同じですか？維新も一緒だと思います。これ例えば民主なんですけど、はい、民主の場合はもうちょっと議席数がありますよね。あ、民主は反対します。あ、反対ですけど、はい、このなんというかスケジュールを決めるのにあたって、はいはい、なんかこうややこしいこと言って伸ばしたりすることは2、3日は可能ですよね。いや、それはできます。それ、はい、それを求める場合はどういう文章を書けばいいんですか？そうですね。いや、だからあのとにかく採決しないでください。これはまあ参議院に送られてからですよ。今はまだ衆議院の段階で、あったとし、まあ、衆議院の段階でもいいですね。採決を伸ばしてくれと、採決しないでくれと、慎重に審議をすべきであると、なぜならこういう問題があるからだということで、衆議院のこの法案のに関わってらっしゃる委員会の先生方にお願いすると。で、衆議院をもし万万が一通過してしまったとしても、今度は参議院の方で、その参議院のまず議運営委員会というところで、あの吊るしを下ろすという作業がありますね、はいはい、議運営委員会でその参議院に付託するよということをまあ決めるわけです、ね、そこでいや、もう吊るしを下ろさないでくれというお願いが一回できるし、吊るしが降りてしまったとしても、この参議院の委員会で審議に入らないでくれというお願いができるし、審議に入ったとしても慎重にやってくれと。で、公聴会なり参考人質疑なり、もう慎重な審議をすべきであるというようなことをですね、具体的にどん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 求めていく。とにかく採決をもうさせないというお願いですね。じゃあとりあえず今できることは、その衆議院の特別委員会のメンバーに対して、はい、とにかく慎重に、はい、あとあの各党の幹部に対してもですね、もう慎重にやるべきだと。こんなあの国民を不安にする法案をさっさと審議するというのは理解しがたいと、おかしいということをですね、みんなで言っていくということです。参議院に来た時には議員運営委員会まずですね。で、委員会に付託されてしまったら、今度はその委員会。なるほど、やること多いですよ皆さん。分かりました。あの国会というのは手続きの府ですから、いろんな手続きがありますので、その手続きのところで、それするしないでくれ、それしちゃダメだということを全部言っていくということだと思います。ありがとうございます。本当に勉強になりました。いやいやいや、川上さんでした。ありがとうございます。いや、勉強になりました。はい、わかりました。はい、了解です。大変実務的な話をいただきました。ちょっと遅くかもしれないんですが、基本的な話として、あの 法案が成立する要件なんですけれども、同じ国会の同じ会期中に衆院と参院両方を通らないといけないんです、前提の話でね。なので、あの衆議院通ってしまっても、参議院に通らなければこの国会では成立をしないわけですね。それから、あの、まあ、時間を稼ぐって話ありますけれども、じゃあ一体いつまで時間を稼げばいいんでしょうか。今の臨時国会は、会期が12月の6日、6日までと決まっています。ただし、延長ができます、国会法で。で、延長はじゃあいつまでできるのかというと、日数の制限はないんですね。まあ、2回まで延長できるんですが。で、じゃあ無限定にいつまでも延長できるかというと、まあ、そうではない。必ず毎年1月に通常国会というのの召集をすると決まっていますので、まあ、その1月の通常国会を超えて延長ってことはちょっとありえませんので、理屈上は1月の通常国会の、まあ、前日までの延長は多分可能なんでしょうが、まあ、普通の準備がありますから、多分12月いっぱいぐらいなんではないか、延長のギリギリな。というふうな予測も聞きますけれども、まだはっきり決まってはいない。で、採決をしない方にすれば当然延長をしたいわけですね。で、成立をしてほしくない方にすれば延長にも議決がいるんですが、議決をするなというふうな、言い方もある。なので、まず衆院通らない方がいいですが、衆院通ったらもうダメだと諦める必要がまだない。できることはまだまだあります。で、時間を稼ぐほど関心がある方が増えますよね。で、意見も増えちゃう。逆に、そういうことの盛り上がっちゃう前に早く早く通したいですよね、法案を設置する。それが今の状況でございました。
ではお待たせをいたしました。今日のメインイベントでございますけれども、三宅陽平さんとそれから島明宏弁護士にもお届けいただきまして、フリーでの座談会を始めたいと思います。休憩がなく大変ですが、ちょっと盛り上がったいただきたいでしょうか。そろそろ始めますので、お手元の配布資料の後ろから2番目に閉じてあるので、そこをピリッと破っていただいて、何か、質問をしたいこと、こういう意見があるよというのを書いたらば、今会場 あちらの方にですね、あんな感じに箱を持ったスタッフが回りますので、書いて渡したいという方は不時にお手を挙げてスタッフを呼んでください。ではですね、これから、第2部というかもう第何部だかよく分かんない感じになってるんですけど、トークライブということで、始めさせて、いただきたいと思います。先ほどから山本太郎さんにお話しいただいてはいるんですけれども、三宅陽平さんとそして島弁護士、この法案をですね、今ちょっとすいませんフリップが出ないんですけど、まず一言で言うとということで、画用紙用意させていただいてますので、ペンもですねちょっとぜひ書いていただいて、ご意見をいただきたいと思うんですけど、お願いいたします。すみません、三宅さんの方から出していただいて説明していただいてもよろしいですか。はい、こんばんは、三宅陽平です。ヤーマンヤーマン力がなくなってきた最近言い過ぎて、僕の秘密特定秘密保護法とはですね、もうざっくり一番多い声だと思います、現代の治安維持法、これが一番わかりやすいキャッチコピーなんじゃないかなと思うんですけど、とあるニュースだったかな、どっかで見たんですけど、街を歩いていて、タオ君のキャラバン隊のスタッフの方かな、街を歩いてる人にこの件をやっぱこう尋ねると、でどう思いますかっていう問いに対して、多くの人が結構漫然とだけど反対してる人が多いのは実態ですよね。 でも詳しいことは分かってないと。で20代ぐらいの若い女の人に話を聞くと、まあ、でも自分は一般人なんであまり関係ないと思いますっていう人が結構多い。ところが、80代のおじいちゃんなんかに話を聞くと、いやこれは戦時中と同じだと、これは治安維持法で非常に危ない、俺は知ってるっていう意見の人が結構いるんだっていうことをね、聞いて、まさにその通りじゃないかな。そしてどこの世代に今危機感が足りてないのかっていうのもやっぱり今のエピソードにすごく如実に出てるんじゃないかなと思いました。ということで治安維持法です、これは。でした。ありがとうございます。なんか江本太郎さん今も一生懸命書かれてるみたいなんで、島弁護士からお茶よろしいですか。はい、どうも、今日はですね、ちょっと弁護士っぽい格好で行ってみました。ロック弁護士の島です。よろしくお願いします。
一言で言うとですね、まあ、僕は終わりの始まり法という感じじゃないかなと思うんですが、今ヨレ君がおっしゃったようにですね、まあ、本当に血合い時報というふうに、なんていうのかな、イメージするのが非常に近いのかなと思うんですが、そういう意味でもですね、例えば、1980年代に中曽根とかがですね、スパイ防止法とかやろうとした時はですね、もうその罰則の最高刑が死刑だったわけです。で、治安維持法もですね、一番最初は最高10年という刑だったのがですね、わずか3年後には死刑というふうに変わったわけです。罰則が一番最高の刑がですよ。だからそういう意味ではですね、今回もういろんなところでも非常に危機感を抱かざるを得ない条文とか仕掛けが散りばめてあるわけなんだけども、そういう意味でもですね、ここ最初これがですね通ってしまうと、そこからバタバタバタとですね、いろんな方向に、いろんなじゃないな、一つの方向に行ってしまうと、終わりに向かってまっすぐにですね、転げ落ちるようになってしまうんじゃないかと、そういうふうな、本当にちょっと勉強を正直今日に向けてですね、実はいろいろ勉強しましたが、改めて、知れば知るほどまずい、そういう法律だというふうに感じてます。非常に本当に今日は皆さんとですね、期間を共有できたらいいなというふうに思っています。じゃあすみません、改めて本太郎さん、なんか絵を描いていただいて、はい、どうも、ヤマンこれです、完全に奴隷にします法もう今でさえほとんど自由がない状況だということに気づいたのが 3.11 からだったんですけれども、でももうこれ決定版だろうと。だってもう何か表現してしまえば自分たちがその特定秘密を踏んでしまう可能性があるわけですよね。今でさえもう41万件ぐらいの文書が秘密に指定されているとということは、もう地雷がばらまかれた公園を目隠しで歩かされているようなものですもんね。自分が何か政治的なことだったり、世の中に対する何か表現、歌だったり、わかんないです、何か詩を書いたり、ブログに上げたりとかっていうことが、特定秘密に何か触れたとしたら、これひょっとしてお世話になるかもしれないな、警察の。っていうだけで、もう、表現するのやめてしまいますよね。だからもう自己検閲というか、自分自身でもう萎縮してしまうっていうことで、もうこれ成功なんですもんね、この法案。すごいですね。もう、自分の表現ができなくなる。それ奴隷ですもんね。ただ生きてるだけ、自分の思ってることも言えない、で表現もできない、入ってくる情報は大本営発表だけ、おかしいなと思ってても口にも出せない、歌にもできない、作品も作れないね。愛や恋だけ歌っとけなんて地獄でしょ。なんか全部僕のこと言われてるけど全部僕に関わる話ですねみんなに関わる話ですよ。だって全員が表現者なんですもんね。生きてるだけでもうみんな表現するんですから、全員が表現者であるのに、その表現者から表現を取り上げてしまうなんて、本当ありえない話ですよ。絶対反対ですよね、こんな法案。なかなかの皆さん個人に結びつけていろいろお話しいただいたんですけども、先ほどですね、ちょっと国会議員になった場合に、まあ、いろんな思いが実現できるっていう今までことだったと思うんですけど、ちょっとこの法案が通ると、まあ、ちょっとそこがそうじゃないっていうようなことで、ちょっとその、まあ、お二人、山本さんも議員でいらっしゃいますし、宮城さん選挙に出られて、またこれからも頑張っていかれるということでですね、お二人にこのテーマでですね、ちょっとこの法案についてお話しいただいてもよろしいですかね。そうですね、国会議員としてか、まあ、まだ4ヶ月なんでね、その偉そうに国会議員を語れるほど、お前その振る舞い国会議員じゃないだろうっていうツッコミしかできないですからね、僕そのままが国会議員とはみたいなこと言いづらいんですけど、でもまあ国会議員って何かの問題を追及したりとかっていう仕事なんですよね。だとしたらそれさえもできなくなるのかっていうことですね。国政調査権、例えば先ほど川内さんが東電の原発の中に入っていったりだとか、何かいろんな調査をしたりだとか、ここに活断層を取ってんじゃないかとかっていうようなことで調べに入るようなこともおそらく厳しくなりますよね。で、まあ今でさえもうほとんど黒塗りのような状況で、
今でさえもう秘密保全は完璧のように見えるわけじゃないですか。でもそれをこうオーダーすることも難しいんじゃないかってすごく気をつけることになると思いますよ。あの資料請求とか情報開示とかっていう部分に関しても根回しに根回ししてこれは特定秘密には大丈夫かな引っかかれへんかなっていうようなことでこう情報請求するっていうようなことになったりとか。だって一発アウトで懲役何年とか厳しいですもんね。まあその対策法としてはこの法案が通ったらいい子にしてるってことが一番なのかもしれないですけどね皆さん許してくれなさそうですね怖い怖いはいはいなんつって僕が受けてどうするの。いや政治参加みたいなことすごく選挙フェスでも呼びかけてらっしゃって、はい、私実はあの場で見守りさせていただいて本当に三宅さんのメッセージ私たち弁護士が救助とか言ってみんなまあ知らんみたいな感じですけど、まあ、ああいうあのことで、まあ、実際こうみんなで祭りごとっていうのことをおっしゃっていたこの先のただこの法案が取ってしまうとっていうところは多分皆さん知らないなと思いますね。はい、まあ、多くの人にとってはあんまり私には関係ないんじゃないかなっていうところにこの話が漂ってるのが非常に僕みたいなんですね。もう出る杭になっちゃった人間からするといや俺にはめっちゃ関係あるんだよと。でブログにしたって何にしたってそのどこからが報道でどこからが個人の主張なのかの切り分けもこの法律ではやっぱりちゃんと語られていないし当然ながら社会のインフラも変わっていくだろうしいろんなツールがまたこれから3年5年の間にいっぱい生まれていく中でこの法案っていうのはそれらも全部なんかこうもにゃもにゃとアメーバのように姿を変え形を変えなんかこう自分たちに都合のいいように取り込んでいくんだろうなっていう含みがいっぱいあることが何より問題だと思っていて、で例えば特別有害活動ですか、特定有害活動って何なんだと、それで言われたらだって僕が日頃ライブで吐き散らかしてることとか全部特定有害活動の可能性があるし、僕は日本っていう国とか住民っていうのは人種を問わずみんな愛してますけど、その国っていうものがここまでこう支配的に支配のあり方の問題だと思うんですよ。大きく取ったらもう TPP にしても全部そうですけど、で僕らはもうそれなりにインターネットもあるし市民が一般的に多くの情報を仕入れられる時代になっちゃったんで、まあ、かつてのように上の人たちで秘密に決める方が話が早いでしょ的なのは納得がいきませんよと、もっと僕たちを参加させてくれということを僕らはこの法案に対して強く求めるべきだと思うし、まあ、ましてこの法案が言ってることはその真逆のことですから、だからそこはすごい問題だと思います。であと今日すごくだから僕としては弁護士の皆さんがいらっしゃるのでじゃあ捕まったらどうなるのっていうところも今日はちゃんと聞いて帰りたいなと、はい、捕まってからのことも知ってどういう言うことの聞かない方法、廃案に持ち込むのがもちろん今の目的ですけど、多分これはホームランだと思うんですよね。予告ホームランなんてめったに打てないのでこのままズルズル行かれる可能性も強いと思うんですけど、僕の心情ですよ、これは。言うこと聞く気なんかちゃんちゃらないんですよ。でも僕はその精神性がまず市民の中に大事で、法律で決まっちゃったんならもうしょうがないねではなく、決まってからも永遠に俺たちはずっと面倒くさいよっていうことをどれだけ今のうちに証明できるかが、だからデモにも人数が必要なんです。面倒くさいよって、ずっと面倒くさいよ俺たちはっていう気持ちでいっぱいなんですけどね、はい、それを伝染させたいです。ではその辺がすごい大変だってことはちょっと島弁護士の方から逮捕されちゃったらどうなっちゃうの。いやというかこの法案通ったらもう選挙フェスだってできないもんねやっぱりね、でも要するに宮城陽平国会に行かせない法律でターゲット俺はもうライフになっちゃってでも選挙期間中だけでしょ、この国に表現の自由っていうか言論の自由が担保されてるのでは選挙期間中は許される可能性はあるんですよ、ね、あるかもしれない。だから僕はこれが決まったら次の選挙までみんなおとなしくしてた方がいいですよって言うんですよ。はい、いやじゃなかったらだってほとんどが行方不明になりましたから、それも暗黒時代が続行じゃないですか。行く場所はでもはっきりしてますけどね、みんな
からこうなんていうかね、正義感を持って、いや俺はそれでも戦うんだってことをやめてほしいんですよ。私の最悪の法律が通ってやばい状況になった時に、なんとか生きるってことに焦点を当てて、僕は次の選挙まで頑張ってほしいんです。その間に水面下でこっそりと共謀しながら、やっぱちょっと国会議員になってっ変わったっていう。いやいや、いい意味で、いい意味で。まあでもね、捕まった、もうこの法律自体がもうあちこちその憲法違反、憲法に反して無効だと言える部分がいっぱいあるんで、まあとりあえずなんか最初捕まってみて、そこから戦ってみて。そのだって今は法律ができるまでは法律を止めるように頑張るっていろいろできるけど、通っちゃったらもう誰か捕まってそこから頑張るしかないもんね。ああ、なるほどね。そうなんです。だから憲法裁判所っていうのがある国の場合は、法律ができたらこの法律が憲法に反して違反じゃないかっていうふうなことを裁判所で、審理できるわけですけど、日本はそういうのがないので、実際にその、まあ、その法律によって大きな不利益が、まあ、人権侵害が生じたときに、初めてそのときにその人権侵害だっていうことを、まあ、訴えるということができるんで、まあ、誰かが捕まらない限りその法律の違憲性は訴えられない。立候補の次は僕はタイムです。全員参加型の容疑者。近くなるよ。いい感じで道が見えてきた。いやでもね、その例えば、僕がチラ聞きしたのはですね、秘密なんで、何の秘密に僕が抵触してその引っ張られたかが、いやそれは秘密なんで、国家機密なんで教えていきませんっていう話になってしまったら、自分が何の咎で捕まったかも分かんないし、それは裁判では明らかになるわけですか、罪状。いやだからそれがまたね難しい。まず本来は その刑事罰っていうのは、まあ、罪刑法定主義って言って、どういうのがその犯罪に当たるかっていうのは明確じゃないといけないはずなのに、それはもうすごく大事な原則で、憲法上でもまあ31条とかいう形でそこは保障されているはずなのに、それは軽くないんだよね。それはもうびっくりな話だし、しかもまあ裁判になったからといって、それがじゃあ公開の法廷っていうのが、これもまあ憲法82条でね、保障されているのにもかかわらず、その中身が見れないとか、その秘密だっていう話でね、どんどんそういう意味で、実際にその何が捕まって何が問題なのかがみんなで共有できない、知らないうちにそれがどんどん有罪に決まっていくっていうか、そういうことあり得る法律になる。そうですよね、弁護士の武井さん。そうです、はい、そうです。ちょっと自信がないんで。まさにおっしゃる通りです、本当に。そういう意味ではもう秘密を表に出すと秘密じゃなくなっちゃうので、そこはもうブラックスボックスに包まれた、まあ特定秘密を漏洩したということで、そうすると、おそらく日にちとかも特定されない可能性があるわけですよね。そう、暗黒裁判ですよね。うん、もう、イチャモンに近いものもなんていうか成り立っちゃいますよね。要するに僕が冤罪を作る装置がまた一つ増えたというか、決定的な装置ができたような気はしますね。思想的な冤罪。いや、もう法律がもう冤罪を容認してるっていう、そういうことになっちゃうんですね。今回弁護士の方々が詳しいその法的なね、観念とかそういうものは、僕も法律の素人なんでこれから勉強するしかないんですけど、弁護士の皆さんの反応を見てると、もうほぼ 100% 弁護士されてる方はこの法律にすごくビビッドに反対のその反応を示しているっていうところが、僕から見ててきっとすごく問題があるんだろうな。だからまあ言ってみれば、弁護士の中で一番こういうのに鈍感な橋本でさえちょっと前からあれは相当悪いってことを証明してるよ。いいですね、協会内の。客席からはですね、答弁立ってる森園弁護士にそれをどう考えるかっていう極めて厳しい質問が寄せられてるんですけど。森さん、森雅子さん、はい、あ、彼女も弁護士なんですね。もうなんかよく分かってないみたいなことをよく言ってるよね。トンチンカンのみたいと。そうですね、まあ、ちょっと顔が正直っていう感じがありますね。法案が成立した後にもいじくれる余地を残して決めましょうなんていう話もおかしいし、多分
大の大人がこんなに集まってこのとんでもの法案について議論させられてることがもうはめられてるくらいの話だというのは本当僕はその今ツイキャスとか見ててよく分かってない人にはそういう話なんですよっていうことをまず分かってほしいです。もうすっごくバカみたいなことで僕ら議論させられてて、もうまともな人間だったら成り立たないというか、だから今の社会がどれぐらいそういうなんというか乱れたロジックに引っ張られてるかっていうのを、だから本当に僕らが太郎くんがさっき言ったようなね、鳴りを潜めて選挙で爆発するっていう言っちゃってますけど、ね、そういう共謀するのもいいと思うし、こういうことを通して僕らが実際法律を知っていく必要もあるし、運用者にならなきゃいけないなと。すいません、僕喋りすぎですね。いやいや、でもいや例えばすごいびっくりするのは、まあ、よくその扇動とか教唆とか共謀とかまで罰せられるっていうのは問題だっていうふうに言われるけど、さらにその例えばね、共謀をして共謀した後他の条文で自首したらその人は必ず減刑あるいは免除されるって書いてあるんだよね。つまり共謀したらとっとと自分はいや共謀しちゃったんですよあいつとって言えばその人は免れる、要するに密告すれば OK っていう、そういう仕組みだってすごいことなんだよね。それに関してすごい思うとこあります。調査とは言いますが、どのような手法を用いた調査が認められているのかっていう部分で、多分一番単純にみんなが想像するのはスマホってすごく盗聴ができるっていう、これ都市伝説なのか本当なのかぜひ知ってる方ネット上でもコメントいただきたいんですけど、その盗聴とかが、まあ、ターゲティングされたら簡単にされて良いことになっちゃうんですかね。盗聴どういう方法でその人の身辺を調査するんだろうっていうのは僕すごい疑問というか、これを読んでても全然伝わってこないんですよ。実際どういう手段を用いるのかを僕らもうちょっと吟味というか、それで僕は盗聴なんて当然反対なんですけど、そんなことがまかり通る法案なのかどうかを知りたいですよね。全部すごいなんか差し迫った身の危険に対する対処明日からの自分の活動上 で、ね、エキスパート向けの質問でこの法案には具体的にどういうような調査方法を取るかっていうところまでは書いてないんです。ただ先ほども言いました調査項目で、例えば信用情報とかそういうのは普通の例えば何とか証ですとか言ってどっか金融業者に聞いても教えてもらえないので、まあ、おそらく警察がやることになるのだろうというようなこと、まあ、だから通常警察が、まあ信頼調査的なことで使っているような手法が取られるんじゃないかっていうようなことですけどね。まあ、でもそういう意味ではね、例えば盗聴とかだって、その犯罪を犯している蓋然性っていうか、かなり恐れが高い場合はね、できちゃったりとかするっていうことを考えれば、もうだって2人の場合は、こう、毎日歩いてるだけで犯罪を犯す可能性がないわけですね。顔が犯罪者。いや、そんな卑猥な顔してましたね。そこまでは言わないけど、この法律上だよ。この法律上で言えば、やぞやってるだろうと、日頃の活動から見て。そういうふうなところを積み上げていけば、あ、彼はそういうところから情報を得ればね、その確信を得られるっていうところを狙われる可能性はあるんで、そういう場合は盗聴できちゃう可能性がありますよね。まあ、でもテロリストっていうふうに、テロリストじゃねえかっていうふうに疑いをかけられた時点で3割あるでしょ。でなんか見てみたらテロリズムって何だって言ったら、政治上その他の主義主張に基づき国家もしくは他人にこれを強要しですね、原発いらないと思いませんかって強要ですよね。PPP っていかがなものですかってね、そういうことですよね。ってことはもう 100% ですよ、ここにいるものここにいるものも、ね、それでいうとやっぱり特に象徴的なのは大阪の瓦礫みたいなのは、本当に瓦礫に反対する人って当時本当にテロリスト扱いされてたなって、まあ、普通のお母さんみたいな人もとっても多かったわけですけど、なんかまさに強要みたいなことで、実際まあ公安の方もかなり出てきたみたいに聞いてますし、ああいうのがやっぱり怖いなって。何よりも10ヶ月間閉じ込められてましたからね、うん、はい、そうです、瓦礫関連でね、はい、10ヶ月閉じ込められて結局釈放されるわけですよね、はい、何の容疑でもないからっていうか何もしてないから、うん、だからそれが日常的に起こるってことですよね。だとしたら会社を無断で1週間休める人っているんですかね。で理由は何だって言った時に警察のお世話になってましたってまた復職できますか。だから
何の罪もない人を10ヶ月も閉じ込められるような警察権力が、これもっとその範囲を広げていったとしたらどうなるかってことですよね。24時間で釈放してくれるかな、48時間でどう、2日ぐらいだったらまだいいかもしれないけど、ね、何ヶ月も何週間もって言ったら厳しいですよね。元の生活に戻れるかな。だそういう不安が社会に蔓延するだけでみんなが口を紡ぎ出すという、僕選挙中も結構繰り返し言ってたんですけど、あのチェコの革命の大統領ハベルですか、ハベルさんが言ってたのが、そのファシズムっていうのは国が上から押さえつけて流通するものではなくて、ちょっとしたきっかけからみんなが自分の生活を守るために口を紡ぎ出す連鎖が起きる社会、それがファシズム、本質的なファシズムなんだっていうことで言えば、これはすごくそのファシズム的状態を誘導しようとしている、まあ、まさにチラリン呪文なんですけど、僕らそこにね、だからどう具体的にその対応していけるのか、口をつぐんじゃいけないんですよね。情報は開示されるべきだし、求めるべきだし、自分も発信すべきだし、好きに議論できていいわけで、その社会をどうやって具体的に守っていくのかって、多分途方もない議論になっちゃうと思うんですけど、まあ、今日は弁護士の皆様に本当いろいろ希望を与えてもらいたいんですけどね。あれどうですか、遡られるって話があるじゃないですか。過去に遡られたら結構厳しいですよね。今日からはもう発信しないってことになったとしても、過去があったかっていうことになったとしたら、広瀬隆さんがやることになるんじゃないですか。書籍まで残ってるしみたいな。過去が長いですよ、アーカイブが。すいません、落としてしまいました。動揺を落とさせてしまいましたね。今ご紹介ありました広瀬さん、会場にいらしていただいているので、ちょっと一言。ですね、いや僕はこういうとんでもないアナリストと一緒にいたね、本件な人間なんでね、さっきの武井さんの話した教唆だとか教法だとか先導だとか毎日それしかやってないじゃないね。だから困ったなと思うんだけど、いや僕は心配なのは、まずこの男心配なの、だってこれ国会議員なんだもん、国会議員になっちゃいけないになっちゃったから、これははめられるよ、もう完全に。だってこの男に資料をね、向こう側からですよ、渡して、でこれなんか変なね質問するとか言ってさ、それでこの辺の傭兵とかなんか一緒になってグルになってね、みんなこの辺みんな一緒になってやるんですよ。これは捕まる。でこれは要するに今のこの運動の要するに我々のシンボルでしょ。だからこれを潰したら向こうはものすごい楽になるわけだ。だからね、まずね、僕は一番心配してるのはこの男でね、今日これ A ジャパンのね新しいので11月号で、押田真子ちゃんがいつも面白いの書いてるんだけど、今月のトピックスいろいろありますが、トップはと言われればおしどりに公安調査庁の方々がついたことでしょうか、尾行のこと、彼女が尾行され始めた。で彼女はね、頭いいから、まあ、ちょっとさっき言って過去があるって言ったけど、いや僕ら、まあ、要するに四半世紀25年前にずっとそういうのね、アホが後ろくっついてくるから、それで巻くの面白いんだ、尾行巻くのっていうのはね。尾行っていうのはね、ついてくるでしょ、ついてきたら歩いてってね、ちょっと横入っちゃうの、そうするとね、向こう困るの、どっか行かなきゃいけないでしょ。でその前行ってね、何してんのってこう聞くわけ、そうすると困るわけ、向こううろうろして、でどっか消えるんだけど、まこちゃんも同じことやってる、これ読んだらで、どうやってその後ろくっついてるのね、困った連中にそのもっと困らせてるわけということが書いてあるんだけど、その後に
山太郎英雄会事件のことって書いてあるこれが面白いんだこれが政治利用って、いやあのね、眞子さん園遊会の件でコメント集まってるんでしょとわざわざ電話やメールをくださったので以下に抜粋します。代弁してくれたという思いと、やっちゃったという思い、それからね、現代の田中正造だと思った、彼がしたことがいいか悪いかは歴史が判断する、今とやかく言うことではないし、原発事故が起こり自分たちが作業していることは事実、いや作業員の人たちですよ、太郎さんがそのね、あの書いて命を削ってる人たちが言ってる、ルール違反ではあったが声を上げてもらえるのはありがたい、それから山太郎を批判してる議員は我々作業員のために何かしてくれたのか、山太郎を叩いてる議員に、書簡の内容をどう捉えてるか聞きたいとかね、ものすごいいいんです。でそれがその眞子ちゃんのところでずっと今メール来てるらしいんですけど、あのね、僕は、まあ、結論言うとね、この人国会議員の資格ないの。なぜかっていうとね、だって天皇に渡すっていうことは要するに我々をずっと超えちゃったんだ、この人は日本国憲法よく分かってないの天皇は象徴って書いてあるの、象徴って、この人はね象徴と思ってないからああいうことやるわけね。本当の民主主義だから、天皇でもそこの、はいはい、会場からですね、はい、読み切れないぐらい質問が来て、はい、本当にすいません。じゃあ一言だけ最後ね、あのね、僕は70ですから本当に皆さんに言っときますけど、これ何のために作るのかっていうのね、ちょっと考えて、これはね集団的自衛権なんです。それは地球の裏側行ってまで戦争しようっていう頭おかしい人間たちなんですよ。そこにまああいつらの目的があるわけだから、まあ原発とね、その戦争ですよ、この2つなんだから、これはね、あの僕は皆さんがお考えになっているのは甘いもんだと思ってない。さっきの、こちらが言った治安維持法、まさにその通りです。絶対に止めましょう。それには行動しかないと思います。絶好調に達したところでですね、まあ、本当にいっぱい質問やご意見をいただいています。そしてこの中ではですね、自分がこの適正評価の対象者に間違いなくなるというですね、悲痛な意見も、寄せられて、います。そして、一方でですね、皆さん何かやろうということで、盛り上がったところで一つちょっと情報を共有したいので、25日月曜日午前10時から3時間福島市でっていうふうに書いていただいた方、皆さんの前でこれ、この情報を発表していただくことできますでしょうか。いらっしゃいますか。地方公聴会について、あ、じゃあ今すぐちょっとバイク回しますんで、ちょっと教えていただいていいですか。ありがとうございます。緑の党の脱原発担当をしています杉原と言います。つい夕方にですね、この衆議院の特別委員会で議論がありまして、まあ、かなり最新の情報で、まあ、メディアでも出ると思うんですが、要するに今採決の時期をどうするかで与党と野党がかなりせめぎ合っています。で本当は与党は今週中に衆議院通過を狙ってたんですが、まあ、野党に修正協議やり始めてますから、ある程度まあ顔を立てるというか配慮して、まあ、円満にどうしたいというところも探っているんですね。それで決まった、夕方決まったのは25日来週の月曜日の、午前10時からですね、だいたい3時間ぐらい福島市で地方公聴会というのをやります。今まで2回参考人質疑という、まあ、有識者と言われる人を呼んだんですが、今度はまあ一般のピープルということで、まあ、そうは言っても多分地域のなんか代表者みたいな人が多分上がってくると思うんですが、いずれにしても私たちに公聴会ということできちんと意見を聞くという法的な手続きです。でそれが決まりました。ですから、まあこれ見てる福島の方たち、ぜひ会場に押しかけて、もう反対だということで、アピールとか含めてぜひ、頑張ってほしいし、まあ、東京から駆けつけられる方は、福島市でやります。多分広報も出ると思いますので、新聞とかでもぜひということが一つと、それと問題はその後で
与党の側は、ちょっとこれも信じがたいんですが、できれば公聴会を1時までやった後に東京に引き返して委員会を2時間ぐらいやって、で採決したいというようなことを提案しているそうです。まあ伝聞ですから。で翌日の火曜日26日には本会議採決をやって衆議院を通過させたいというのが与党の思惑です。でこれに対して、民主党とみんなの党と維新の会がですね、今日申し出を与党にしたそうで、それは27日の水曜日に委員会採決をして28日の木曜日に本会議採決、まあそこをそれは許そうということで、ですから与党は25、26に委員会本会議、ただ野党のまあ一部ですけど27、28でというところでまあせめぎ合っていて、もちろん他の社民党、共産党、生活はそんな採決なんかダメだということだとは思うんですけれども、そういうところでかなりこうせめぎ合いになっていますので、ぜひ僕が考えるのは、一つは地方公聴会だけじゃなくて中央公聴会という東京、まあ、国会なのか分かりませんが、そこでもやっぱりやるべきなんですよね。でそれをすっ飛ばそうとしてますから、必ず中央公聴会もやれと、あるいは大阪でも地方公聴会をやってくれと言いたいことがあるんだというようなことを、ぜひ与党もそうですし民主党や維新の会やみんなの党の議員に対してファックスや電話などでメールなどでやってほしいということと、やっぱり時間があまりにも少ないんです。で民主党は今日ようやく自分たちの対案を全部、下ろしたというか、委員会に出しましたから、これからなんですよね。ですからそういう意味でも時間がまだ全然少ないので、とにかく今国会での成立だけはやめてほしいという声をガンガン出していって、一日でも遅らせるということがこの法案を成立させない力になります。で先ほど国会の延長の話出てましたけれども、税制のこととかいろんなことがあるので、そんなに長く延長することはできないようです。せいぜい1週間ぐらいの延長しか考えてないんじゃないかということがありますから、そういう意味でもかなりギリギリのところで与党が判断して動いてますから、1日1日延ばすことがもう本当に今国会成立を阻むことになりますから、ぜひもうこれだけの人が一斉にファックスを送れば事務所の紙はなくなります。それぐらいのつもりで本当にこの土日も含めて声を上げていきたいと思います。ありがとうございました。川内さんが帰りました。あ、川内さん、公聴会をね、やれよっていうふうにプレッシャーをかけるのって今だったら衆議院の議運なんですか。委員会、この特別委員会に対して、そのメンバーに対してだそうです。それが一番話が早いですね。特別委員会特別委員会のリストって、この国家安全保障に関する特別委員会、皆さんにお配りした14ページ目の左側に書いてありますので、この議員の方々に対してですね、言っていくというようなこと、あとちょっといろんな質問とですね、ちょっと大前提として共有し、はい、各党の幹部ですね、はい、国対委員長、各党の幹部というようなことです。あとちょっと皆さんの質問の中でですね、選挙でひっくり返すのはどうかとかですねっていうのがありますけれども、選挙3年間ないんです。だからもういかにですね、こういった大勢の人が集まっていて反対の声を上げてるということを見せて、あ、こんなに多いんだったらっていうことで、まあ、自重してもらうしかない、それしか今はやり方がないということは、ちょっと皆さん共有していただければなというふうに思います。そういう意味ではあれですよね、山本さん、宮城さん、なんかここでイベントとか2人で何かやられるような21日とかっていうのは明日の日から出られますかね。明日の日比谷ですね、はい、僕も明日の日比谷のことは話はね聞いたんですけど、僕自身の動きは明日何の放送が先に決まってたので、でさっきももう一回ちょっと来いよという、はい、恐喝を受けてですね、どうしようかなって今まさに考えてるんですけど、とりあえずその件の告知も含めてですね、明日ですね、木曜日、はい、11月21日木曜日午後6時半から開会。これですね、日比谷野外音楽堂ですね。ストップ秘密保護法、あ、違う、特定秘密保護法反対、世論盛り上げ、国会にノーの声を届けよう、午後6時半から。デモが19時半から、
ですね。でよろしければですね、16時から立憲フォーラムで衆議院の会館の中ですかね、そこでも江川翔子さんの講演とかもあって、強行採決された時に人が集まってて行った方がプレッシャーにならないんじゃないかとか、そういうことも考えて開催されてるみたいなので、よろしければはしごというか、もうできるだけ多くの人が反対してるっていうのを見せるっていうことが一つなんじゃないかな。当初は明日決まるんじゃないかとか今日とかっていうことで明日集まるっていうことになったんで、まあ今の話を受ければ明日も集まりつつ、来週がそのコンセプトに従えば一番のまた本番ってことですよね。そうですね、ずらされたのか1週間時間ができたのか感じで、はい、採決の日に議員会館で国会議員を中に入れないっていうぐらいの人を集めるってことですよね。そしたらほら、スーマンチェーン自分の事務所に入る前にそれだけ反対の人がいたらちょっとプレッシャーになったり仕上げとして、あ、仕上げとしては中でなんかまだそれが通っちゃったりとか外に出さないとか入れない出さないみたいなことを繰り返すみたいなのも面白いですね。やりたい。いざとなったらそのぐらいの気持ちっていうか、でもね、ヒューマンチェーンで囲んでしまうっていうのは多分3万人ぐらいでできるんじゃないですか。国会包囲網ってやつですね。国会包囲網、もう国際的にも問題にすべきだし、ね、はい、そうですね。で、ご質問の中からですね、そういうことして何になるのかというようなご意見もあるんですけど、要は何が聞きたいかというと、こうやって頑張って過去廃案にした法案はあるのかというようなご意見を質問いただいているんですけれども、まさにですね、スパイ防止法ご紹介ありました、あれが同じような形でですね、継続し102回の国会に出てですね、結局103回で継続審議になって最終的には廃案になっているというようなことなので、諦めずにそれを目指すということなのかなと思うんですけど、あと質問は他に何か来てますか。結構質問がですね、皆さん結構質問を温めてきてると思うので、はい、質問への回答いくつか、はいはい、そうですね、多分僕らよりはるかに見識持ってて鋭い観点の質問の方とかもいられると思うんで、あれついてない、もうすっごいいっぱい寄せられててですね、もうどうせからダーツ投げて決めるような、はい、これそうですね、これですね、誰でも悪法だと分かるのになぜ国会議員の大多数が賛成するのか、この法案が成立して誰が得をするのか、うん、ということで、誰が得するのか分からないというようなことで、これがかなり本質的な質問かと思うのでご意見いただければと思うんですが、そうですね、で僕は答えていいかな一応議員なんで、でも実際に何が何でも今国会で通すぞって言ってる人たちは、ね、力のある人たちっていうのはなんか約束もらってるんじゃないですか、うん、いいポジションだったり分かんないけど、この先の約束をで、そこにすり寄る政党の人たちの偉い人たちもそういうなんかいい約束があるんじゃないですか、じゃなかったらこんなもん決めるわけないですもんね。でその末端の人たちだったり中堅どころっていうのは次の選挙のことだったりっていうのも心配なんじゃないですか。公認ももらいたいしお金も出してもらいたいし、でも全国比例で出たからお前の力じゃない党の力で受かったんだろって言われたらもう何も言うことないしなみたいな話もあるかもしれないし、わかんないですけど、なんかすごい板挟みになってる人もいると思うんですよね。だからもうやめちゃえばいいのにね、その制度とっととやめちゃえばいいんですよ本当に。だってそれは反対する人たちが一つ勢力を作ったとしたら結構な数になるんじゃないですかね。ねそこでなんかその大きな数を集めてそこから自分がなんか次の大臣とかポジションとか狙った方が早いと思うんですけどね。政権を取るしかないかもしれないですね、じゃあね。これは根本的に解決する。でも政治家だから政権取るっていうのはね、甲子園に出る高校球児が帽子のつばに全国制覇って書いてあるぐらい当然の発言だと僕は思うんで、それをけしからんっていう人もいますけど、僕らは多分ビジョンとしてそこぐらいまで本気で思ってますかっていうことを、今日も確認したいし、原発が事故ってから本当僕何回もこの話はするんですけど、反対運動してたけど本気でこういうことが起きないから絶対止めるっていうことができなかったっていう悔いがあるんで、で日米原子力協定だって地位協定だってそうですよね。騒ぐべき時に国民がホゲッとしてたから後の国民がこうやって苦労するわけで、この問題って多分
それ以上かもしれないですよ、ね、ものすごい分かりやすい支配の構図だに僕は感じるんで、漫画ですよ、もう漫画、手塚治虫の漫画に出てくる悪い国ですよ。だから 今どうやってこれを僕らがちゃんと回収し解決するかっていう目的意識を失いたくないんで、そうなるともう政権取んなきゃダメなんだったらみんなで頑張りましょう。さらに一人で任せずみんなで頑張りましょう。それをするためにもですね、この法律は何としてでも法案は廃案にしないと、そういった動きがですね、まあ、いろいろとプレッシャーを受けることにもなるわけですよね。ね、なんかその当たり前の人権意識にっていう観点に立ったら、すごい簡単に気づく問題点がいっぱいあるじゃないですか。だから弁護士の方がこれだけみんな一堂に騒ぐポイントがいっぱいあるんだと思うんですけど、僕はそういう意味だと国会そのものの、うん、憲法意識とか法意識が問われなきゃいけないと思うんですよ。で、という意味じゃね、国を訴えるっていうのはいいんだけど、あの国会を訴えるっていうことはできないのかなとか、その違憲、今の国会は違憲じゃないかなとか、それはそのまま判決が出ましたよね。この間の選挙が、あのね、格差、一票の格差問題で、今日あの違憲判決出ましたよね。だからそういう方法もあるのかな。でもあれなんですよね、無効ではないっていう話なんですよね。無効ではない違憲状態であるけど無効ではないっていう、全然わかんないじゃないですか。俺たちの世界では通用しない話だよ。白黒はっきりしようねって言うんですね。今なんか密談でしたね。標語ですか。先導しましょうか。でも違憲だから、違憲ではあるけど、あの向こうにはしないっていうのはもう何回もやってるからね。いつまで同じことをやるんだってことで、もう舐められてるんだよね。まあ、っていうか、司法も来るだってことに気づかないんだよね。権力側なんだよっていう。確かに、ね。じゃあどうして裁判するのって言ったら、証拠残すためですよっていうことだけですよね。国家意識の問題ですね。国家論について今度はまた皆さんでディスカッションしましょう。第三部。もうこんなに白熱して面白いのですね、お開きっていうのは私も本当に仕方なかったら言いたくないっていう感じなんですけれども、会場の時間の制限もあるので本当に残念ですが、この白熱トークをここで一旦お開きということにいたします。で、2つちょっとだけあの会場からの質問で、あの確認で、あの川内博さん、さっきの福市内部の動画をあの一般ウェブ公開されたら見たいななんてご質問があるんですが、あれは一般公開されているのでは YouTube にアップしてある、じゃあ川内博士原発とかで検索したら出ますか。はい、じゃあ YouTube になりそうです。それから秘密になっちゃうかもしれない。そうですね、旧だって今のうちに、なる前に旧宅とかもね取っておきましょう。それから、リクエストで、あのさっきの会期の話とか延長の話とか、もう一回ちょっとよく聞きたいからどっかに文出してくれないかっていうのがありましたが、それはあの明日の自由を守る若手弁護士の会のブログにでも後で書きたいと思いますので、あの明日の自由を守る若手弁護士の会でちょっと何日か後に検索をしてみていただけますでしょうか。それからちょっと司会から最後にあのとごあの、まあ、主催者のご案内というか宣伝で恐縮ですが、あの皆さんにこのリーフレットをお配りいたしました。明日の自由を守る若手弁護士の会、憲法が変わったらどうなるのというリーフなんですが、これあの自画自賛ながら大変評判がいいんですね。あのまじみあのさっきの三宅さんがあの国家について話なんて言いましたが、まさに本当にそうなんです。あの今の自民党憲法改正草案にしろ特定保護法案にしろ、今後はですね、国とかこの社会どう考えるのっていうところが実は問われていて、一見硬い話なんですが、あの本当に日常に直結しますので、あの弁護士があのなるべくですね分かりやすく学習会を出前しようとかしてますので、あのぜひブログとかご覧になってください。あの弁護士がレジュメと資料を持ってですね、全国どこにでも憲法集会出前しますということをしております。でこのリーフ、あの実は一部15円で販売をしておりまして、10部からの、ご注文いただければ郵送いたしますので、あの例えば PTA とかですね、子育てサークルとか、そういうあんまり憲法をしていないようなですね、普段あんまり話はしていないなってところでこそ使
ってほしいなという思いもあって可愛いイラストになっていますので、ぜひですね、今まで憲法やこういう特定の方の話をしたことがないという方に一人でも構いませんから、ぜひ今日の感想も含めてお話しください。ではあと、あの登壇者の島弁護士の方からちょっと宣伝が ありますか。いや、宣伝と言われるとあれなんですが、まあ、今日の話の中でずっとあの、関係あるところで、まあ、いつ話そうかと思ってるんですが、あの年明けにですね、福島第一原発のメーカーである GE と東芝と日立を被告にした、あ、原発メーカー訴訟というのをやろうと今準備してます。そうですね、あの今日、あ、割とあの知られてきてると思うんですが、あの事故が起こってもですね、損害賠償請求ってと、あの電力会社にしかできないと、でメーカーには一切できないというふうにですね、法律で決められているわけです。でこれ責任集中制度っていうんですが、この責任集中制度って世界中を覆ってるんですね。だから国があって原発メーカーがあって、その下にですね電力会社があったとしていうふうに考えた時にですね、何があっても国民はですね、そこの原発、あ、電力会社に対してだけしか文句を言えないという仕組みが世界中を覆っているわけです。それで考えるとですね、もういくらこうやって頑張って再稼働反対とかですね、東電に対して損害賠償請求をしたとしてもですよ、それは重要なことなんだけども、メーカーは一切ですね、あのそこに非難の対象されない限り、あの世界の原発体制から見たら痛くも痒くもないわけですよ。だから日本はですね、あの日立や東芝はですね、恥ずかしげもなく、イギリスの、あの原子力会社とかをですね買収して、輸出とかしてですね、さらに大儲けしようとしているわけじゃないですか。だからですね、もうあの原発メーカー、あ、そのですね、原発体制のど真ん中に切り込んでいくと、そういうこともですね、僕らがやっていかなければ、あ、原発体制は変わらないというふうに考えているわけです。それで、これはですね、もともと法律で免責だって書いてる相手に対する裁判なので、普通にやったら1回で終わっちゃう可能性があるわけです。なので、僕らはですね、世界中の 人たち原告を1万人ぐらい集めて、ドカンとですね、年明けに裁判所にですね、こんなあの委任状を持ってですね、やろうと、で憲法にこれは違反してるんだということで、僕らはですね、原子力の恐怖から免れて生きる権利、名付けてノーニュークス権というのを主張してですね、憲法違反を戦っていこうと思っているんで、皆さん知らない、まだ気づいてないかもしれないんですけど、皆さんの手元にもう勝手に委任状があの配られています。ちなみに僕もついね、まだ口約束ですけれども、原告団の一人になることを決定しました。素晴らしい。今からこれを記入して、はい、実際、今日もね、僕この機会を通じてたくさんの弁護士の方と知り合いになれて、で前はですね、日本学術会議っていうところで各大学のなんか社会学の偉い学者さんたちと会議ですよ、僕を招いて。でね、今ね、その本当にいろんな業界の優秀な人たちが自分の業界の中に閉じこもっていたし、閉じ込められてたんだなと思って、あの原発の問題もこの秘密保護法案も全部ピンチには変わりないんですけど、なんかこれを通じて僕らはすごい異業種交流というか、今まで接してこなかった人間を接して新しい社会を醸造中だと思うんで、僕はそこに何よりも希望を抱いてるし、そういうものが今からちゃんと熟成していく社会は、まあ、目先でこういう法案が1個や2個通ってもちゃんと覆していける力を、うん、持ってるという希望、活気、それを本当あの今日集まるような人たちがもう中心になってエナジーを発してほしいですね、うつむかすやっていきたいですということで、僕も原告の一人として裁判に生まれて初めて正面から一緒に法廷に入って、うん、面白い最後やりましょう。お願いします。最後にですね、もしもお顔を映るのが差し支えない方は残っていただいて、ちょっと記念撮影をですね、できればあれも下ろしますので、まあ、ゲストがこの辺にいらしてあれを持ってで、ここから撮ります。なので皆さんのお出費はすごくちっちゃくなりますけれども、気になった4時間がある方はここでお開きいただいて結構です。それからアンケートを回収しておりますので、ぜひ参考にいたしますので、書いていただいて、帰りに後ろの方の箱に入れてお帰りください。それから質問ですが、ゴミはお持ち帰りください。では、写真撮影の準備に入りますね。で、その
写真を撮影したら、まあ、何らかの形でネットとか、 なんか SNS に載っけますので、それをこう拡散するっていうのも反対だっていうアピールとか世論の盛り上げにぜひ使ってください。では本日は長時間大変ありがとうございました。それぞれなんで集まって語り合って、まあ、なんならデモで歩きながら商談がまとまっちゃうような楽しいデモにしたいなと思ってます。パリとかベルリンのデモみたいなのに東京のデモもなんとかできないかなと、なんでも欧米礼賛ではないんですけれども、やっぱパリやベルリンのデモ明らかに楽しそうだし、1万を超える数というのは一見無視されても確実に国を動かします。だから12月7日のデモ、また一つお時間ありましたらぜひ一緒に歩いてみませんかということで、渋谷の代々木公園に集合してまた情報って発表します。よろしくお願いします。いいですか皆さん。はい。あ、じゃあ矢尾さん、掛け声かけてください。秘密保護法。